デニコは、はい、一発目のロケ場所、はい、A の出る廃旅館。東京通って言ってるよね。どこ行った？あれ？千葉さん？どうした？あれ？千葉さんも行けた？え？どうも、伝説デニスです。やってきました。ね？後ろ。わかりますか？懐かしい。ここにやってきたのは、はい、2年ぶり。2年ぶりっすね。初めて我々が来た心霊スポット。正解。霊の出る廃旅館でございます。あれから2年、はい、デニコは、はい、20万人を突破しました。ありがとうございます、ございます。本当 に、ということで、はい、ここから、はい、デニコは第2章出てないですけどそうですね。あ、そうかそうか。もうあれから2年経ちましたから、はい、果たしてデニス、うん、どこまで成長しているのか。そのどう成長を見せるんですか、まず納得したいですけどね。何やったか覚えてます、あの時。ユキオちゃんがお風呂場で、はい、おばあさんが出るところで一人検証と、はい、行ってきます。 OK、 頑張って。あ、あかんわ。ちょっパパ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 パケバブ切ってます。どうぞ。ノブ君が霊が出ると言われてる部屋で一人検証、うん、これはやばいね。リスペクトで、はい、相変わらず雰囲気がやばくて。よーっしゃ、来た来た、よーっしゃ、うわー、来た来た来た、バレるなよ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 、よーっしゃ来た、めっちゃ白い。でも成長を見せるってことは、はい、やっぱりあのネタを、はい、ああそうか。もしこの2年間で僕たちが霊をつけれてたとしたならば、面白くなってるはずってことですね。そう、そういうことか。なるほどね。そうですけど、それと MTB さんとかとコラボして、はいはい、いろいろなグッズあったじゃないですか。はい、はい、もちろん。ね、デニコは導入しません。多分ね、それがね、一番分かりやすい成長なんですよ。あ、そうですね。チャンネルとして、ああ道具が増える。道具増えて。分析するスピリットボックスなどがあるっていうのが分かりやすい。霊感ゼロのやつらが一回心霊スポット行って、はい、でもう一回ゼロのまんまもう一回行くってことですよね。行きますか。うわ、懐かしい。あれ、まんまや。まんま、あの時のまんまですね。そうやな、変わらないっすね。何にも変わらへん。ちなみにまだ相変わらずですけど、一切のロケハンなしなんで、誰かあの、あ、確かにね、人っていう時もあれ、結構そうな、昭和の時もあったけど、はい、それだけ気をつけて。そうですね。すみません、いらっしゃいますか。物置みたいな。一応確認してみようか。すいません。トイレ。うわ、すいません。めっちゃ斜め。めちゃくちゃ斜めってる。ね、どうなるんでしょう。すいません。あ、誰も。お、扉勝手に開いていくの。うん。誰も面白い。そっち側に全部倒れそう。これ、これ扉見てください、うん、これ。だいぶ斜め。うわ。すごいな、こんなんだったっけ。この辺は意外と細かく見てないかもしれないですね。確かにこの辺は見てないな。あ、サインがある。ん、多分旅館に、旅館に訪れた人たちのサインじゃないですか。あ、サインがある。うわ、誰やろこれ。すごい、なんか
同じ人だ。同じ人だ。多分この人が演歌から出てきて。あ、そうだそうだ多分。でもこれもちょっと成長ですよ。そういう92年とか、あ、こんだけ古いやみたいな。確かに細かいとこまでなんか目がいくようになってるっすね。うわ怖い。ここそのままやねんな。そう、来た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 。あの奥のもん何？奥の何？大丈夫？人おらへん。おらんよな。確かにこれ人が入れちゃうんすよね。部屋のまんま残ってるから。これがリアル。すいません、土足で失礼します。このままやもんな。うん、やっぱ生活感残ってるんって怖いっすね。なんかこれ川の音かな、なんかんみたいなって。これ川の音っすか？この外のザラザラ川の音や。今、はい、してる今も。いや、今の今は集中した聞こえないですけど、みたいな。え、高い音聞こえなかった？聞こえてない。これやっぱ後でチェックやな。これもう2年の成長で、これただの押し問答になるんで後で聞こえた聞こえてないの。そうそう、後で音チェックするしかない。多分後で音チェックしたら入ってるかもしんないです、うん、はい、そう、ね、思ったらみたいな。どっちでもええわ。怖いっすね。なんかこれ変わる音かな、なんかんみたいなって。これ川の音っすか？はい、あ、カレンダー。宮川さんに教えてもらったカレンダーを読むってやつですね。あ、2007が最後だ。5月、6月なのか。2007やから15年前、まあ、15、6年前に泊まったんだ、ここは。これも宮川さんに学んだことですよね、カレンダー読み。そんな大した話すいません、あの成長見せたくてどうしても成長をお伝えしたくて。皆さんに成長は感じてます。あ、本当ですか？はい、落ち着く。こんなんじゃなかった。確かにもっと常にパニック状態ですよね。あ、そう、テンパりまくってたんですね。そう、うん、トントントンって言ってるんですよね。そう、テンパりまくってたんですね。うん、うん、トントントンって言ってるんだ、うん、こっち、この辺。いや、そっちだと思う。え、俺なんか天井っていうかコン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 みたいな。あ、聞こえましたよね。えー、からん。うわ、怖なってきた。こうなるとな、トントン聞こえたな。ここすげえんだよ、実は。ね、マジであんなないっすよね。みんな1回目の時もだって、ヨキオちゃんだけもあれだったけど、はい、全員が揺れてるって言い出した。そうそう、あれやばかったっすよ、ね、あれからないからね。スタッフが全員、あ、怖い怖い怖い、ない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 、言ったよね、今また、うん、めちゃくちゃ落とした。外だったよ、外。人おるんじゃないの。ちょっと待って、ちょっと待って、気をつけて。ノブ君、ちょっと待って、映す映す。あれ、あ、もちろん誰も。ヤナリっぽいね、これ。ヤナリですか。ヤナリか。あ、ほら、なんか言うてたよな、今も。ヤナリしてんのかな。一番奥行ってみますか、うんうん。もしかして早友先生とかに聞いたら霊現象の可能性もありますもんね、うん、行くよね、行くよね、うんうん、床だけ気をつけてな。行くよね、うん、行くやんな、うん、行く行く。行ってないよね行くよね、行くよね、行ってないよね。でもこれはちょっと綺麗、同じような感じ。綺麗、そうですね。もう一個、でも窓がや多分破れてんのか、外のものが。え外のもの、なんか聞こえたよね。今、え、今聞こえた。何、ちょっと、え、きどうした、どうした。全然チェンジ、チェンジ、ノブか。で、ちょ、あ、めっちゃ落ちし、なんか音してますね。よくないな、ここ。遠くの方音してるの聞こえます、うん、
めっちゃちっちゃくみたいな言うてんの分かります？分かんない。嘘、ま、ほらほら、うん、え今聞こえます、うん、何この状況みたいな聞こえますよね。分からん。でも山の音かもしれないです。山の音ジブリ、ジブリとかで言うと声そういうふざけてるんで、メンヘラ2人のさ、違う違う違う、ほんまにうん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 、動物とかそういう可能性はだいぶあるです、うん、何かは分からんけど、そのノブ君と一緒の音は聞こえたの、うん、もう、はあ、怖え怖え。おお、木が入ってきてて、木が入ってきちゃってる。さっきまでなんか楽しかったのに。大丈夫？え？なんか変な音してんかった今。どんな？え？なんかね、反響なのか、なんかガチャガチャガチャみたいなのが聞こえるんですよ、たまに。なんかでもトントントンってのはね、うん、結構いい大きめの。あれははっきりでしたね。うん、遠くの方に耳すますっていうのも身につけたんですよ、うん、あの熱海の巨大廃墟あたりから遠くからなんか聞こえてる感覚を、うん、ぼーっと遠くを聞くんですよ。ほんだらなんか聞こえて音確認したら入ってたり。何やねんそれ、ぼーっと遠くを聞く。そう、近くからはい聞きますって言うんじゃないんですよ、うん、意識を遠くの方にふーんと持ってくるんですよ、うん、なんか霊感はゼロですこれだから霊感っていうよりかは現実的な声の拾い方、これ掴める人も多分中にはおると思う。あ、やってみたいし。分からんな。分からんか。めっちゃ静かだな。うん。キーンってのを一人だけおった。一人だけおった。キクちゃんだけ、キクちゃんはちょっと掴みかけてると思います、はい、これ訓練していけばすっごい遠くの音聞こえるようになってくるんで。まあでも小さい音はずっとしてるね。キクちゃんが耳鳴り出してるの今、すげえ気に入ってますね。 あれ千葉さんどこ行った。あれ千葉さんどうしたん。あれ千葉さんが一瞬で消えた。ええ、なんで千葉さん後ろにおるんです。え、千葉さん後ろっすよ。あ、後ろか、すみません。え、千葉さん消えたかと思った。今出てったと思います、千葉さん。怖い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 。黄色いぜ、俺だって。めっちゃ目立つけど。俺今、赤い千葉さんが出てったように見てついてったんですよ。赤い千葉さん、いつもあの赤いフリース着てるじゃないですか。あの赤いフリースの千葉さんが出てった感じがしてついてったんですよ。そっちなんかあんのっけ。ここ部屋1個ありますけど。こいつ千葉さんつって探してこっちに行ってましたよ今一人で。俺後ろの女の俺ビビっててちょっと冷静じゃないんかも。俺マジで千葉さんさっき歩いてったと思ってついてったのに、神隠しみたいなことになったんかなと思ったんですよ今。千葉さん出てったと思ったの。それ怖いって。めっちゃ怖いな。え、今考えたらめっちゃ怖いっすわ。俺その瞬間の映像見たいっすもん。俺追いかけてた時千葉さん何を追いかけて、ね、多分目で追ってると思うんで。分からんな。分からんか。めっちゃ静かだな。うん、キーンっつってるの一人だけおった一人だけおったキクちゃんだけ。キクちゃんはちょっと掴みかけてると思います。一人だけおった一人だけおった分からんな。分からんか。めっちゃ静かだな。キーンつってるの一人だけおった一人だけおった2年前とは違う現象が起きてるな。これ降りてってみます。ん、降りてみます。はい、降りようか。俺これ扉閉まってたみたいな女湯じゃないの。そうですよ、思い出す。え、噂で言うと女湯に老婆の霊が出る。そうだ、それを検証したんや、ピョちゃんが。そう、2年半ぶり。よ
ここ怖いねんな俺マジで。これでしたね。次回は、はい。そうっすよね。ここはやっぱり雪を。いや。なんで二発目？いや、ごねるとかじゃなくて、こいつ結婚して子供生まれてんのに、なんか幸せ掴んでるんですよ。でも入院独身。俺ほんま一歩も進んでないんですよ。そんなことないやん。それは男湯もあるじゃないですか。はい、男湯の方はあんまり噂がないんで、うん、せっかくデニスはコンビで2人いるわけで、はい、女湯と男湯でそれぞれって、あ、分けて検証すか、うん、やってみます。なんか増えてきてるな。前までは1-1やけどダブルになってきてるな。もう今度回避できる。全部ダブルになりだしたら。そう全ダブル、全ダブルダブチ、うん、確かにね、じゃんけんでどっちかとかじゃないってことですもんね、うん、どっちもってことですもんね、まあ、たまたまですよ、はい、まあ、またこれと同じ、はいはいはい、今回ね、うん、もうそれやったらもうこれ5年っても仕方ないんで終わるけど、そのこの水かけ論っていうのは2年経っても分かりましたから、俺男言うだけは行かせてください。なんで？いや俺も音ちんちんでかいから。何を言ってんのマジで。いや男湯では何を言ってんの。かまし消せるって思う。リスペクト集められるってこと。はい。何ちん脱ぐ。脱がないですけど。脱ぐって言ったもん。脱がないですけど。脱ぐんだったらまあ。僕ほんま近所の銭湯もやっぱもうちんこでかいんで、やっぱみんなやっぱそこはおーっていう恐縮。恐縮してるというか、もうみんななんかすいませんみたいな感じやから、 あっちやったら堂々といける。うん、ほんまにそんなチンポ、いやほんまにそうよ。チンコチンポ、ちゃふざけてるわけじゃないって。男と女でどっちが行くか。え、いや今の気のせいじゃない。なんか音がした感じがする。うん、はい、お前なんで俺が気になった時気のせいとか言うの。こいついやマジでそうじゃない。お前から思っててお前がなんかピーピー言った時はさ、ああやって僕聞きましたとか言ったけど、俺がなんか反応ってなったら、あ、それ気のせいじゃないっていう、うん、何を今のがなんか違う感じでした。あれこんなんやったっけ。男湯ちっちゃかったイメージ。あ、ちっちゃいんやっけ男湯の方が。はい、全然覚えてないな。女湯すげえ覚えてる。失礼します。え、めっちゃ広い。え、めちゃくちゃ広いよ。こんなやった。え、全然覚えてない。広いね、今の。めっちゃくちゃ広いで、ね、広っ。あ、めっちゃ広い。めっちゃくちゃ広い。男湯はでもその噂はないですよね。はい、男湯で。わかりました。はい、ということでじゃあ、はい、ノブ君が、はい、男湯。なんでやねん。わかりました。なんで聞いたんすか。もうええって、おっさん。ちょっと、わかりましたって。俺なんで女湯なんすか。やっぱ前回来てるからさ、でも同じ場所で2年前と比較したいな。成長が一番わかりやすいですよね。これほんまカットしてほしいんですけど、
ローがつけたってゲッないじゃないですか。そのこれはカットしてほしいですけど、絶対カットする。それはマジで、いや、その元気ないやん、本当に失礼ですよね。ちゃちゃいや、いや、これはもうリスペクトなさすぎる。いやいや、マジで、いや、リスペクトじゃないよ。霊力って、人間の力ないって、人間的な健康の肉体じゃないから、霊力やから、精神的なものなんだよ。だから体が本当の年寄りが元気ないとかそういうことじゃないやん。うん、そう。だから大丈夫。じゃあ経験値はあるっていうことですか。そう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 。ローマの方が。うん。では準備しましょう。はい。お待たせしました。はい。ちょっとトランシーバーですね。全然大丈夫です。解体です。はい。ということで無視された。準備が整いましたので、はい、それぞれ定点カメラを置いてあります。はい、なので、まあトランシーバーがそれぞれあるので、それでために会話をしつつ、はい、まあ、老婆の霊を楽しませることができるのか、はい、はたまた噂はないけれども何かが起きるのかという男湯と女湯で検証をしていきたいと思います。真剣に検証しながらなんですけども、緊張感を持って、はい、この2年半で培ったのは、霊が出る際に、霊が出やすくなるきっかけ、トリガーがあるんじゃないかっていうところまでたどり着いたんですね。トリガーね。はい。うん、それで、ちょっとゆきおちゃんにアイテムを渡しておきますんで、ほう、僕がトランシーバーで、使ってっていうタイミングで開けてもらったら、きっと霊を呼ぶトリガーになるはずやから、それだけ渡しとく。何を言ってんのお前。人間の成長を見せよう。なんか出ちゃった。すいません、袋の大きさがこれが最大だったんでちょっと見えてますけど、でもまずはちゃんと真剣に緊張感を持って検証したいと思います。また出したやばないこいつ。真面目にですよ。真面目ですよ。その霊が出る可能性が上がるようなことを俺なりに考えたから。行きましょうか。では、行ってらっしゃい。お邪魔します。こんばんは。すいません、老婆っていうのは失礼なんですけれども、女性の霊が、女性がいるとお聞きして来ました。お笑い芸人をやってる上野幸男と申します。すいません、お風呂入らせていただきます。落ち着け、ユキオ。この一人検証が怖いねんな、結局。すいません。入ります。噂がないって言われても、暗いから怖いな。ああいう隙間って怖いです。こういう隙間、ことこと言ってるな。ことこと言ってますね。ああ、来た。もう。変わった様子はある？たまになんかカタカタ言ってるけど、まあカバンの音なのか。わからない状況です。じゃあ例の皆さんを楽しませるためにギャグなりエピソードなりやっていきましょう。なんで指し図してくれないやつ。ちょっと、前回じゃない新しい初出しのギャグをやらせていただきます。芸人やってるので。は
犯罪ギャグ。隣のトルコ、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 夜中に時頃に公共を渡るよ、密入国者。足音聞こえる。トントントンって言ってるよね。足音聞こえるよな。すいません、悪気はなくてやってます。マスク。なんかドンって鳴らしたわ、のぶくん。鳴らしてないよ。ドンって言うた？めっちゃ言ったよ。めっちゃでかい音。ドンって鳴ったけど。ちなみに、外とか聞こえました？のぶくんの方は聞こえなかったですか？ちょうど釣り人モノマネの振りで大きい声出してたので気づきませんでした。釣り物まね。これが若いよ。すいません。多分中田水井城の方、二人が行った廊下の先から聞こえた。ありがとうございます。引き続き検証してみます。すごいすごい。もしかしたら反応が来てるかもしれんな、これ。すいません、袋を開けてみて。袋開けんの？何これ、カツラ何してんのこれ。ここってもともと旅館やんか。うん。外国人観光客になりきったら旅館関係の例の人は必ず反応すると思う。それで何なの、このカツラと刀。海外から来た日本の観光客の方って浅草でちょんまげのカツラとか刀を絶対買うわけ。それをかぶって外国人になりきることによって旅館関係の方の霊を呼び出そう。あなたは狂ってる。そんな感じで大丈夫。そういうことちゃうねん。だからふざけてるやろっつってんねん。真剣にやらならね。何を真剣にやんねん。でこのカツラはかぶんの？それで刀を持ってオールジャパニーズ侍。お前これふざけてるって言わんねんな、お前マジで。このタコスケくんな、動画見てくれてる人はトリが何のためにやってるか、俺らが真剣にやってることは伝わってるはずだ。カスヤロ、マジで俺これ本当に皆さん動画見てると僕は何の用意してもないですし、ふざけてないですよ。
どうしたどうしたどうした、やばい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 、どうした、え、どうした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 、いやここで音鳴った、えっ、じゃあもうちょっとどうしたどうしたどうした、どこ分かんない、テンパりすぎて覚えてない、どんなやったか、えっ、めっちゃこけてるやん、こけたよ、うわうわ、どうしたどうしたどうした、どこ、やめましょう、何何何、ちょっと待って、えっけど、えっ、すみません。でもないか。すみません。いやいや、ごめんなさい。関係ないです。これふざけてないです。くそ。めっちゃ溺れてるよ。溶けたよ。でも今。でもドンって音は俺らも聞こえた。はい、それは聞こえました。それよりもっと近い音で、うん、ドンみたいやったかな。覚えてない。今溶けて頭軽くったから。ボクサーちょ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 これちょ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 これ笑い事ちゃう、ちょっと何してんの、何で俺叩くの、関係ないやん、何持ってんの、じゃあこいつがこの怒りポンチがこれつけて観光か、お前これふざけてないね、ふざけてないよ、何が、だからたまたま持ってきたアイテムがハマってかん、はい、うん、まあまあまあいいや、ちょっと聞こうか、それは、うん、あれふざけてるな、やっぱりこう違う、ニヤニヤした目で皆さん見られてたんで、外国人観光客の方が来たっていうのが予感なのでトリガーになる可能性があるなと思ってお渡ししたわけです、え、今ね、え、うん、今、落ちるザーって言ってなんか、あ、マジザーって言っても引きずる感じだとさ、行って、ちょっと待って、ちょっと待って、全部が渋滞してる、こっちも、え、なに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 、なに、え、誰か来た、誰か来た、すいません、いや、なんか音するよ、え、ちょっと気をつけて、マジでマジで、でもさ、ちょっとね、なんかあれも起きる、ザザ人影って言ったよね、ザザって言った、なんか何で動いたように見えた、動いた、この、どう、すげえ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 、はい、え、ちょっと待って、すげえ大渋滞だけど、ま、な、音はどっからした、確かに、え、俺は多分自分の扉のもうすぐ近くで、外、いや、外だと思うんですけど、それか風呂場のあの入り口近辺でなんかドンドンドンみたいな音がして、ちょっとそれが覚えてないねんけど、じゃ覚えてないというか、なんかダダダンってなんか鳴った、ちょっと見に行ってみる、はい、そうそう、うん、いいっす、めっちゃ怖いねんけど、俺はだからここに行ったから、うん、でここら辺ですねっていうのは部屋の外とか、もう本当のこの角側、こっち側ではない、こっち側、あ、中の可能性もあるってこと、うん、音の共有、うん、いやでも俺もうちょっとあれなんですよ、心霊スポットはまだ慣れた方やったから、さっきドーンとかで、うんうん、今までで逃げてたけど、ドーンとかちょっと離れたところの観光やったから、うん、大丈夫やって、うん、でもそれでもまだいけるなとか、うん、トントントンとか変な音したけど、それ大丈夫だけど、明らかに激しい音したのよ、多分めっちゃ怒ってるっぽいです、わからないけど、結構そういう感じの音だ、はい、なんか怒らせたんじゃん、お前じゃボケ、こらガキ、お前のせいやろ全部、俺だってこれつけてなかっただけ、何もなかったんじゃん、お前これ持ってこんなの、うんうん、ちゃんとかやってたからやろ、いやもう絶対怒ってましたよ、分からんけど、出ましょう、ちょっと一回出ましょう、出ましょう、あ、変よね、変ね、変だよね、さっきから危ないんだ、ここ一回撤収しましょう、ちょっと多分、はい、ここ
マジの結構強めの心霊スポットなんじゃないですか、マジで。勇気やコンコン、人形コンコン、ふあ、はい、はい、そうですよ、今日プレイウェイドで、ノブ君誰かと喋ってる？行くの、ゆきおちゃん、出よう。何？ゆきおちゃん、出よう。ノブくん、あれ、全然じゃない。ノブくん、あ、ノブ